駅は今年で100周年を迎えることができました。これを記念しまして開業100周年メモリアルフェス in 渋川を開催いたします。先日7月の1日に渋川駅開業100年を迎えることができました。そして今日本日この100周年を記念しましてイベントを開催させていただきましたところ、渋川市長をはじめ多くの会員の皆様にご列席いただきまして大変ありがとうございます。本当に感謝申し上げます。今まで先代の駅長が地元商店街の皆さんと交流を深めて行政の皆さんと手を取り合って伊香本線の事業者の皆さん交流を深めて全国に温泉地あるいは渋川の PR というのを来ていただいたからこそ今のこの渋川駅が成り立っているとそんなふうに思っております。今日ある渋川市は、この上越線渋川駅の開業とともにあります。これから鉄道を中心にこの街を、さらにさらに元気にしていきたいと思います。Thank you.